小さい時から、まあ、ものづくりというか、まあ、木のかけら、カンナクズ、いろんなものを木のかけらが使わないなって捨てるような木がいっぱい出てきますね、端材っていうんだけど、そんなのを使って、まあ、おもちゃというかね、船作ったり、だから、うん、ちょうどその頃は、ね、初めて作ったのがその飛行機、プロペラ、ゴム仕掛けの飛行機、うちの兄貴が作っとったのを見て、僕も作りたいなって、昔はそういうキットがなかったんで、うちの兄貴はもう、うちにある木で、うちの兄貴も木工好きやったんですけど、全然違うし、もうエンジニアなんですけども、竹ひごも曲げたりとかして、紙貼ったりして、その今であればそういうキットは売ってますけども、そういうおもちゃが始まり、で、まあ、船の形、それこそ、まあ、漫画とか絵本とか、だからそういう昔はその戦艦ヤマトとか、その前だ子供が好きそうなやつの、まあ、そういう雑誌が要素あったんで、それを見て、まあ、削りはせへんけど、こういっぺんいっぺん落ちてる木を拾って、それをまあ加工はするんやけど、まあ、カンナはまだその小さい時はできんから、そのカンナ使わずにノコギリ、家に何本でも何本でもノコギリあるし、材料もあるし、それで切って、糊はあるし、それを組み立てていったのが初めで、まあ探求心というか、もうそこ好奇心の旺盛な子供やったんで、いろんなもの見ました。もともとうちは陶器屋さんやったんで、うちの親父は、まあ、陶器はしてなかったんですけど、陶器の窯元、まあ、得意先があったら連れてってもらったら、そこで陶器のやり方とか見て、まず見て覚えましたね。あ、こんなことしてんや、こう面白いな、この家帰って、まあ、陶器はできんけど、この形のもん作ったろと、形のもん作ろう思ったら、まず四角はうちの箔屋さんやから作ってたんで見てるから、すぐにこうできたんですけど、あといろんな形、まあまあ、箱だけじゃなくて、板で、まあ、机っていうか、実際足のついたもののテーブル作ったりとか、だんだん大きくなってきて、で、まあ、10歳の時にカンナをもらったから、それを使って削れるようになりました。削るのもそのこういう手板がないから、テーブルの自分の学習机の上で作ったりして、まあ、ノリだらけになってお風呂に怒られましたけど、